熊本城熊本藩とザマ52万国熊本藩の一熊本藩は1600年から1871年まで存在した藩。52万国。1871年肥後国の熊群、天草群を除く地域と文後国の一部を治療した。肥後藩とも呼ばれる。藩長は熊本城に置かれた。肥後一円を領有していないが、国持ち大名とされた。 加藤清正構造。熊本城の入り口の一つである、三行橋のそばにある。戦国期、菊池市、阿蘇市、相良市の分割統治編集戦国大名となった各市は、北部、中部、南部とおののに拠点を構えて、ほぼ平穏な戦国前期を送っていた。やがて、菊池市は阿蘇市に飲み込まれる形となったが、阿蘇市も身内の後継争い。 内紛を繰り返し、最終的には、文後国の大友氏によって、旧、菊池領は平定され、阿蘇氏も、その影響下に入った。南で、鹿児島、島津などの盾となっていた相原氏だったが、鉄砲で由来後、近代兵器を持った、島津軍になすすべなく降伏した。阿蘇氏も、島津軍に次々と城を落とされ滅亡した。九州平定の寸前で、島津軍は、大分。 大友の要請により拒兵した、豊臣秀吉の大軍に敗れ、碑合放棄した。豊臣政権期、笹成政の統治、加藤小西の二分統治、編集、豊臣秀吉より、富山城主であった笹成政に、碑の統治が命じられた。しかし笹は、改革を急ぐあまり反感を買い、碑後国人日記が起きた。秀吉は、加藤清正。 小西幸長に鎮圧を命じ、一騎は収束した。笹は責任を取らされて自害させられた。日後を平定した両者は、日後の所領を与えられ、加藤は主に北部、小西は中南部を所領にした。慶長5年、日後南部24万国を領していた宇都城主、小西幸長は西軍につき、関ヶ原の戦いで西軍の敗将となり残首、改役となった。 日後北部25万国を領有していた熊本城主、加藤清正は、関ヶ原の戦いの先行により、小西行長の給料を獲得し、また、文後国内にも、鶴崎など2万国を加増され、52万国を領有したことにより、熊本藩が成立した。清正は、日本三名城に数えられる熊本城を築いた。ちなみに、熊本を熊本と改めたのも、 清正である。また、城下町や道路網を整備し、新田開発、灌外用水の整備により治水を図り、当地を安定させた。土木建設に力を注ぎ、両内基盤整備の石を築いた清正孝さんの人気は、今日の熊本においても非常に高い。その一方で、近年の加藤清正研究では、朝鮮出兵に対応するために作られた動員。 徴税体制や、重臣たちを、市場のにして、大きな権限を与える仕組みが百姓に重みになって、のしかかり、さらに、関ヶ原の戦いやその後の天下武陣などに備える、ためこの体制が解消されることなく継承され、農村の疲弊や重臣たちの権力争いの原因となったことなど、清正知性の問題点も指摘し始めている。加藤家大忠広は、寛永9年、 鶴が大納言事件に連座したとされる罪で改役され、では国省内に入るとなり、加藤家は断絶した。代わって同年武前国国ら藩より、細川忠都が入法し主因公は五十四万国となる。以後廃藩地県まで、細川家が藩主として存続した。国人の一揆が多く何地の国と言われていた、熊本入部に際しては、人気のあった加藤清正の統治を尊重し、 清正公位配を行列の先頭に掲げて入国し、加藤家家臣や、日国に人を多く召し抱えたという。細川家は、手長という独自の地方行政制度を敷いた。熊本藩には、上京参加と言われる世襲画廊が置かれた。松井氏、米田氏、有吉氏の三家で、いずれも、藤高時代からの重臣である。その他一門家臣として、細川忠高の内善家と、 細川沖高の行部下があった。師藩としては、後に、宇都藩と肥後神殿藩ができた。忠ダは、晩年の宮本武蔵を迎え入れ、島原の乱で活躍した。忠ダ死去の2年後の寛永20年、忠ダへの巡視をめぐり、森大外の小説で有名な安倍一族の反乱が、起きた。二代三津直は七歳の津りを残して早死にしたので、お家断絶の危機があったが、 無事に三大氷が家督を継いだ。三大氷の時には、赤老子、大石雄らの切腹を任された。細川供養門五代宗隆は遠鏡を四年、江戸城中で人違いにより旗本、板倉勝金に切られて死去し、弟の重方が急遽藩主の座に就いた。この事件のため、以後は、細川家の家門の供養門は、細川供養、離れ供養と呼ばれるものに変えられた。 ただし、人情が、遺婚によるものであり、はじめから胸高が標的だったとする説もある。茂方は、法暦5年半工事習慣を開き、行政と司法を分離して、刑法改正、藩の機構を整備するなどの法暦の改革を行い、中高の祖となった。江戸時代を通じて、熊本藩では、百姓一揆が少なく、農民は、比較的豊かで、領地の統治は良かったとも言われる。 それでもつなり、千を宗む、胸高、知年の代には、反乱、暴動、直訴、打ち壊し、騒動が起きている。犯罪性は、江戸初期から日の車まで、藩は、江戸、大阪の大商人からの多額の借金を何度も、踏み倒しており、大商人たちからは、貧乏細川と嫌われたというがなくなるは、人口に解釈するも、公説や、公世の創作ともされる。 幕末には反論が金納党、自習関東、実学党の三派に分かれた。実学党の中心は横井昌南である。昌南は反省改革に携わったが失脚。安政五年に福井藩主松平吉長の誘いにより政治顧問として福井藩に移った。文久二年、江戸留守教役らと主演中に資格に襲われ一人、逃亡したという罪で翌年に 熊本藩士の席を剥奪された。また、金納党の中心人物、宮部定蔵も、現時元年の池田屋事件で死亡した。これにより、自主関東が主流となったが、反論は、不統一のままだった。母親戦争では、殺鳥主導の明治新政府に加わり、江戸向け津会場後は、上野の官営実態に立てこもった、将棋隊の討伐に参戦した。明治3年、 自販寺となり、家族に劣した森久は、実学等を、反省の中心に据えた。翌明治4年、廃藩地県により、熊本県となった。明治17年、細川家は公爵に除爵された。昭和58年には、細川屋第18代当主、細川森弘が、熊本県知事に就任している。細川市入部以後の江戸判定は、江戸城近くの大名工事に、 上屋敷、伊サ五代と八金に、下屋敷があった。また、京都判定は、千温院古門前西町に、大阪判定は、中野島城安町に、伏見判定は、羽橋町に、長崎判定は、大黒町にあった。江戸での菩提寺は、品川大徳寺派の寺院、東海寺のうちにあった妙海院であった。熊本神殿藩も妙海院を菩提寺としていた一方、 宇都藩は同じく、東海寺内の清光院を、菩提寺としていた。戸山五十二万国、清正忠宏戸山五十四万国、忠都市三津直千基宗高重方知念、最古古際樹斎森吉に森久角群の下に、手長が置かれていた。下記には、明治三年に編入した高瀬藩領、宇都藩領も含む。括古内は、休校給料取調部の数字上記のほか 明治維新後に、根室国志別軍、目なし軍を管轄したが、後に、仙台藩に移管された。また、幕末から、明治初期のわずかな期間ではあったが、文国二軍東軍十四村、早見軍三十六村、大分軍九村、直尾入軍十二村の天領を預かった。藩主細川氏関連資料としては、熊本県立図書館、衛星文庫熊本大学文館などの蔵書のほかに、 ウェブ資料として、肥後細川半周囲などがある。ありがとうございます。